はい、トヨハッピーです。先日アップしたおもちゃショーの動画出てくるかな、ここら辺です。ほい、魂ネーション超合金のブースですね。こちらの一番左端に映ってるこれ、トライダー G7。 この時はまだ悩んでたんですけれども、ついに買っちゃいました。相当悩んだんですけれどもね、やっぱり思い出深いロボットっていうのと、昔親にねだってまた今度ねって言われて、そのまた今度がやってこなかったっていう悔しさも残るロボットです。当時ものより精巧で今の技術が詰め込まれた超合金魂、ものすごく楽しみです。もう今開けながら撮ってるわけなんですけども、かなり嬉しいです。我が社の金庫を守るため、いや地球の幸せ守るためやってきました G7。 会社じゃないので我が家かな。主題歌の歌詞が脳内で余裕で再生されるほど思い入れが深いですね。もう箱を眺めてるだけで幸せです。ストーリーはあんまり覚えてないんですけれども、小学生の社長がトライダーに乗り込んで悪と戦うというのははっきりと覚えてます。あとは印象的なのは公園に顔だけ出てる格納状態ですね。やっぱり細かな設定ストーリーはあんまり覚えてないんですけれども、箱眺めてるだけで、ああこういうのあったなっていうのが思い出してきますね。気になるのは胸周辺の変形なんですけれども、当時のガンが思いっきり分割線が入ってるんですけども、超合金魂はそれがなくすごい綺麗なんですよね。そこら辺どうなってるのかも非常に楽しみです。まずは開けてみました。ブリスターパックの方を取り出してみます。こちら武器、台座、その他細かなパーツがいっぱい入ってます。そして発泡スチロールのパッケージがこちらですね。おー結構重たいよ。よし、発泡スチロールの梱包で段ボールの蓋、そして透明テープで梱包されてますね。これをカッターで切って開けていきます。これトーライダー5体面です。真ん中にデカデカといますね。まずは本体から手に取っていきたいと思います。なんかブリスターやら何やらの梱包材がいっぱい入ってますね。これを取り出すと、おお重たい。これぞ超合金っていう重さですね。いや重たい、ずっしり感はたまんないです。超合金魂だけあってやっぱ関節もすごい動きますね。そしてやっぱり何よりも重たい、このずっしり感が本当たまんないです。頭のトライダーホーク、おーもうこの時点で興奮最高潮ですね。いやいい。ということで今回はここまでですね。もう腕のビニールとかこのまま外したくないぐらいの気持ちです。でもいじったり変形合体はこの後別の動画でアップできたらと思います。ご視聴ありがとうございました。トイハッピーでした。